ドル右切って、あ、左切って、左、ハンドル左切って、ね、ここですよ。最初後ろだと俺が別のバンドやってて、でなんか自分たちのやりたい音楽みたいなものをちょっとやりたいなってお互い思ってて、でそのタイミングでその前のバンドが解散することになって、でじゃあ誰と一緒にやるかなみたいなのを思った時に、あまさか、まあ、次に浮かんだのが後ろだで、あうまかったというか、でなんかちょっと光るものが僕には見えたんでまあ一緒にやりたいなって感じました。当時は結構2分台の曲とかを、まあ、ライブで、まあ、10曲12曲ぐらいバーッと MC もなく結構、イメージだとそのラモンズっぽいというか、ガレージが好きだったんで多分ですね、初期のライブとかめちゃくちゃでした。かっこよかったです。でなんか独特っていうか、なんかクワトって感じです。20歳ぐらいの時にその16のルーキーを出ることになって、で、まあ、バンドメンバー的にその富士出たし、ね、これからこうガツガツやっていこうみたいな感じのムードになってたんですけど、その時の当時のドラマーが俺の高校の同級生だったんですけど、まあ、諸事情により、そのバンドを辞めることになって、でさあドラマーどうしようって、でその中に俺が見つけてきたというか、その候補に入れてたのが、その長野に対バンしに、対バンじゃない、長野にツアー行った時に、その長野で対バンしたり、普通にお客さんで見に来てくれたりしてたのが松坂で、まあ見てくれて、お前のドラムやべえなみたいな感じになって、後日一緒に、簡単に言うとも一緒にやろうぜみたいな連絡があって、マジかって、いや相当嬉しかった。ドラム探してるんだけど、ちょっと一回スタジオ入ってみないみたいな話をして、まさかがスタジオに入りに来るのかなと思ったら東京出てきやがって、スタジオついでに東京出てくるみたいな感じになって、でドラマで来たんだけれども、ドラムがクソ下手で、でももう上級してきちゃってたから、ギター、じゃあギターやれって言って。じゃけクワトロのドラムは難しかったんで、ちょっとこれきついなと思ってたんで。松坂がバンドに入ってギタリストが一人増えたってことで、後ろはまあその時から、そのちょっと前ぐらいから、まあ自分のやりたいこともあったしっていうことで、まあギタリストいるから、俺やりたいことやってもいいかな的な感じでいけるみたいな話になって、何言ってんのと思いましたよ
でもやっぱり俺もその音楽に対してすごいストイックになっちゃった時期でなんか、うん、つまんなくなったんでしょうね多分いろいろ最終的にはあいつの、あのその気持ちがその時そっちに向かってたので、まあ、それはあの、うん、一回離れた方があのベストかなっていう感じであいつに抜けたんですけど。みたいな感じのバンドを聞いたことがあったんですよ。すげえなと思って、やべえと思って。前の事務所にいた時に、この2個前かなのアルバムをリリースする時にフリーイベントみたいなのを渋谷のセコバーでやって、でその時に、まあ、自分たちだけだとあのなんか寂しいからもう一バンドなんかちょっと。やつを入れようってなった時に、まあ、事務所でやってる女の子とあの一緒にやってるパディオがドラムで女の子に歌うことがあるんだなって思ってそのバンドをあの推薦されて聞いてああいいんじゃないっていう話になってでそこでやってもらってその時にパディオのドラムみたいなのが入ってるんですけどなんていうバンド？ヨー&カディ若いなって思いましたドラムがあその時はあの俺17歳だったんであのオールナイトだったんであの自分で分かったらもう帰んないと色がないというかいい意味で、こうやりなさいっつってあの何にも雑念なく叩く男楽しいですね。曲がかっこいいんだよ。まあその前のベースとキーボードが抜けた時はでもこっからどうなるんだろうっていう感じですかメンバーいないっていう状況でやれることもやれなかったりするっていう状況でさあどうしようかなみたいな感じになった時に、まあ、俺はそのソロみたいなのがあの音楽的にやることとして目の前にあの選択肢として一つあったんで、うん、そのクワトロっていうバンドを一回休んであの形ができた時にもう一回始めてもいいかなっていう思いはあったんですけど松坂に、うん、じゃあ松坂どうするっていう話をしたらいや俺はやるよって言って結構本当に即答されたんでああもうこいつがやるっていうんだったらとりあえずこいつのために曲書こうみたいな絶望的な状況でしたけどそんなに何か死に声かけたらまたやることになったとか別に、まあ、とりあえずこれで2ライブとかもキャンセルしないで続けていけるってことになって抜けるって決まったというかそういう話をあの実際そのもう抜けますっていう前の事務所の人とかも含めて前のメンバーも入れて話した時にその帰り道にも部署に電話して、そうなったからっていう、うん、俺はあの前から戻ってきてほしいとは思ってんだよねみたいないやびっくりしましたその前全然何年か抜けて 5年
ちょっと話しようって言って、府中の昔よく行ってたバーがあって、そこ行こうって言ったら、たまたま元マネージャーっていうのがいて、そいつも引きこもりなんですけど、本当にたまたまそいつも偶然ばったり会って、一緒に行って、なんか盛り上がっちゃって、なんかその流れでいつの間にか入ってた。初めて見たんだよ、あんな感じの、あの暴れ具合みたいな。なんかやってなんか床で回って弾くみたいなの見たことなかったんで、やばいっすけど。難しかったですよね、やっぱり。あの前のココナッツのアルバムは、あんまり入れるところ、ギター入れるところあんまなかったですから、なんか、もう完成されてたから、何やればいいんだろうって思った。まあ、なんとかつけて。必死でした。既存の曲のギターのアレンジとかを塩田なりに一回崩してまた再構築してアレンジしてくるみたいなのが全てハマってて、で自分が あこれがベストだろうなと思ってたものでレコーディングしてその形にしてたんですけど、それを超えるアレンジをしてきて、こういう感じだったなみたいな、なんかバンドってこうやってできると、いいよねみたいな感じで思う。本当にリリムが解散する直前に一緒にやった京都と神戸のライブはすげーかっこいいなと思って、それあの牛がちょうど入って一回昔その前に一回やってるんだけど、その後もう横で袖で見た時にこいつらすげえなって思ったんですよね。それはなんつうか勢いが増してたっていう。そしたらたけしから急に連絡かかってきて、率直にサポートやんないっつって解散発表した後に、であとしよっかなと思ってサポートで、そこでこう松坂とたけしと3人でまあちょっと酒交わしながらのなんか話したんですよね、いろいろ。ハマを入れたいって思ったのは単純にかっこいいベーシストだからっていうところ で、あと歌が歌えるっていう、なんか面白そうだなこいつらっていう、なんか人が良ければ面白いじゃないですかっていう、なんか安易なノリで音源を送ってもらって聞いたらすげえかっこいいぞっていう、あれライブもかっこいいけど音源めちゃくちゃいいなっていう、それでもう気がこう一気にこうベースをやりたいなっていう、サポートでやろうっていう言ってたんですけど、いろいろスタジオ入ったり、その、まあ、アルバム制作したりしてる中で、俺の感覚的にも、あ、こんなに、その、噛み合っていくベーシストは、今までなかったな、みたいな感覚があって。ちょっとなんか、自分の言いたいことを言い切らないみたいな人が多かったんですけど、浜さんは、いい意味でこうバンバンいろいろこうしようぜみたいな感じで言ってくれる人なんで、それですげえバンドの回転が、まあ、こんぐらいだったのがこんぐらいになりますね今。でも今ほんと奇跡的にすごいバランスが、ほんと奇跡的だと思うんですけど、バランスがいいから、結構びっくりしてます。
もう固まったじゃないですか、あと行くだけじゃないですか。クアトロンライブはすげえ最近もかなり最強へと近づいているのではと。今結構、何でもやれるなみたいな、結構贅沢な悩みに変わってる感じですね。何やろうかなみたいな、音楽をでふざけながらもなんていうんですか、ガツッと提示してる雰囲気を出したいっていう、なんか俺らこうバーンって楽しんでますけど、ちゃんと真面目にもやってるし、すげえ多分これこういう人間生き方はすげえ楽しいんだぜっていうのをこう見せたいっていうか、こう目立ちたがりでどんどん目立っていきたいですね。多分なんかいろんな面白く話したら面白く話せるような題材はいっぱい持ってるバンドなんですけど、なんかあんまり普通のことみたいな、あんなことあったよねみたいな感じでしかないですね今は。